そのこれ2000年にあそこにあの上の5枚、はい、あれウェールズのスノードンさんっていう山があるんです。スノードニアっていう地方の、ブラッシュ・エンド・ストロークス・スタジオっていうところで教室やってて、そこに行って初めて水彩画を習った時に先生に習ったのがこれ、こういうやり方。ああ、先生が習った、はい、初めて習ったやつね。でそれでびっくりしたのね、あの鉛筆で下書きなんか使わないでいきなり描いて、で水ジャバジャバ使ってやるんで、ルーススタイルっていうのね。で日本だとルーズソックスとかだらしない感じだけど、イギリスだとルース、アメリカのイギリスだとルースっていうのは伸び伸びとしたとか縛りのないとか、あの偏らないとか、まあ、こういうやつ。何歳の時に行ったんですか？僕は、50歳ぐらいかな。おお、だいぶ今の自分ぐらいですね。2000ぐらい。で面白いから、50歳までこの画法を知らなかったっていうんですよね。水彩知らなかった、水彩正式になってなかったのね。自分なりに使ってやってたけど、ああ水彩ってこんなもんなんだっていうの、引いてる時ですよね。でここの館長、そうここのところから太陽に出ていくんだけど、でそこら辺に明るい光が差してるんだ。これをやりますか。こう黄色いのから先に、あこんなふうに、あなんで黄色いのかな、明るいのから先にやるんだよね。全体を塗るんじゃなくて、なんとなくでいいんですか、うん、なんとなく、うん、ちょっと黄色いのとか、それから今度は赤、あ赤って言ってもこれライトレッドね。紙の上で自然と混ざらせるからライトレッド、こんな風にやって、今度はコバルトブルー、レッドレッド、そういう風にする、コバルトブルー、ちょっと濡れてなくてダメか。そしたらこれをこうかき混ぜる、かき混ぜて、これ衝撃受けますね。ちょっと足りないところに、かき混ぜて空がかき曇ったようにするんだよね。紙と水が絵を描いてくれる。紙と水の特性をできるだけ生かしたのが水彩画なんでね。
シエナを塗って、海の色行くところは少しの残して、これあれだから一緒だな。うん、あの四方閉じのステッチロックだから下に染みないから端っこまで。白いところを少し残して、これこう、このコバルトブルーと、それからこれペインズグレーって言うんですけど、黒を混ぜて暗い色、これがこれでちょっと水の量を抑えめ、かなり水で薄めたやつがこっち、もうちょっと濃いやつがこっち行ってる。もう霧に覆われた山みたいな。おじいちゃんのところでこれを船を船がこの、あそこに中筆ですね。中筆。これうさいな。これ人気もないです。人気もないです。こうやって隙間開けて右と左にあの右辺と左辺を分けて塗って、はい、そしてどうするかというと、この片一方に。セルリアンブルーを垂らし込みましょう。ちょっとなんか立体感が出るから、半分にセルリアンブルー。いいですね。こう圧倒的差が出てる感じですよ。え？圧倒的な差が出てる感じです。ここに絵の具を塗って、はい、おちょっと見て、はい、これでなんか、おお、なるほどね。そしてこれリガー筆って言うんだけど、これ船のロープとか柵とか書く筆で、こいつで、なんか、紐を描いて、そして、
ちょっと。